こんにちは、野津直樹です。専門職大学では皆さんと一緒に観光ビッグデータを分析しながら新しい観光のアイデアを作る挑戦をしていきます。雑誌とか本を見ながら観光するってスタイルだったのが、こうスマホでみんな調べて旅行して、旅先でもスマホを見ながらどこ行くか決めたり、最近だと SNS で投稿したりとかしますよね。そういった観光行動が変わってきた時に、そのそういうみんながどういうことをしていたかっていうのを後から振り返って分析っていうのが面白くて、やっぱり乗り物はすごく小さな頃から好きだったので、よく旅をしている学生でした。一番長い距離を移動したのは大学4年生の時に、アメリカの西の端っこから東の端っこまでバスを全部乗り継いで行くっていう旅をしましたね。いや、全然想像できなかったですね。その仕事は僕が子供の時はなかったんですよ。仕事ってどんどん今までなかったものが新しく生まれて、その時にはなかったことが未来に絶対できるようになるので、旅行に行けないってこんなにつまらないことだったんだって、知らない場所に行ってみたり自分の好きなところに行くっていうのがどれぐらいその人々の人生を豊かにする上で大事なことだったのかっていうのは、多くの人が実感して共有したことじゃないかなと思っています。今まで以上に、せっかく田島に来たら、ここにも行きたい、回りたいというふうに思うようになると思うんですね。観光ビッグデータって、身近に使えるものにここ何年かで急速になっている部分があるんですけど、じゃあその分析結果を使って街を良くしていく取り組みっていうのに学生さんと一緒にできたら嬉しいなと思ってます。芸術がやりたくって、専門職大学に来る人にも、その芸術を見てくれる人って、その前後にどういう景色を見て何を感じているんだろうっていう観光の視点をぜひ学んでほしいし、観光を志して、専門職大学に来る人にも、世界中のどことも比べられない観光地経営をしていくためにはどんなコンテンツがあったらいいんだろうっていうのを芸術の視点から考えることで、その観光地の経営をすごく強くする、お互いのことを知るっていうことで、今まで日本のどこにもなかったものになるんじゃないかなと思ってます。こんな面白い街でこんなに面白い学校を一から作る機会って多分人生で一度しかない。自分たちがどんなことをしたら、町にとっていいことがあるんだろうとか、自分にとっていいことがあるんだろうっていうのを、一緒に考える、あるいは自分で考えることができるような学校にしていきたいなと思っています。なので答えが決まっていないことをやりたい人にぜひ来てほしいなと思ってます。